Welcome to the Business English Pro. 皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。今日はいつもとは違うところに皆さんと一緒に旅に出たいと思います。A trip to the deepest point on Earth for $75,000. マットさん、今日の話って結構深い話かな？深い話になるかもしれませんね。今回の旅は A trip to the deepest point on Earth.地球で最も深い部分、最深部への旅。コストはどうやら for $75,000. 75,000ドルということなんですね。一体どんなお話なんでしょう。皆さん、深く今日は潜っていきましょうね。冒頭の文章、ナレーターさん、お願いできますか？ There was a time when adventurers vied with each other to reach the farthest and highest points on Earth. はい、ありがとうございます。 There was a time. そんな時がありましたねと。それは adventurers。冒険家たちが vied with each other。 この vie、 V-I-E ですね。これは優劣を競う、張り合うという意味です。わずか3レターの言葉ですけれども、あまりお見かけしない単語ですね。 V-I-E、 vie、 張り合う。かつて冒険家たちは何を張り合っていたんでしょう。 vied with each other to reach the farthest and highest points on earth。 かつて冒険家たちは farthest、 最も遠く、 highest points on earth、最も高い地点、これを冒険家たちは競い合っていた、しのぎを削っていたんですね。ただ今では Now wealthy explorer Victor Vescovo has added a completely different aspect to travel. しかし今では wealthy explorer、 裕福な探検家、その人の名前はビクター・ベスコボさん。彼は has added、 加えたんです。何を？ A completely different aspect to travel。 旅に、旅行に全く異なるアスペクト、側面を追加した。これまではどこまで高く登れるのか、もしくはどこまで遠くに行けるのかということだったんですけれども、ベスコボさん、違った側面を追加したようです。一体どんな側面なんでしょう。 A trip to the Challenger Deep, the deepest point on earth. 高さではなく Challenger Deep、 地球上で最も深い場所、 The deepest point on earth、 そちらに向かう旅だということなんですね。やっぱり今日のトピックは深いね。そうですね。今日の主人公、ベスコボさんはこうしたことで知られています。is known for。Vescovo is known for his feats in adventure travel. Feats。スペルは F-E-A-T です。これは巧みなという意味もありますが、功績ですね。アドベンチャートラベル。冒険旅行での功績、偉業で知られています。昨年のことですが、Last year he became only the fourth person to visit the Challenger Deep. 昨年彼は、he became only the fourth person。たった4番目の人になった。まあ、たったはいらないかもしれませんね。彼は、4番目の人として、visit the Challenger Deep。チャレンジャーディープを訪れた。チャレンジャーディープってどこにあるんだろうね。どうやらこちらに位置しているようです。which lies。Which lies within the Mariana Trench in the Pacific Ocean. ここは Mariana Trench、 マリアナ海溝。 In the Pacific Ocean. 太平洋のマリアナ海溝にあるようです。使われていた動詞は lie でしたね。スペルは同じですが、このお話は嘘ではありませんよ。マトさん、よくわかんないけど。でさあ、はい。ベスコボさんだっけ？ベスコボさんは潜るのは得意だけど、あまり上昇志向じゃないんだね。上は目指さないんだね。いえいえ、そうでもなさそうですよ。He also climbed Mount Everest. あれ、本当だ。彼はエベレストも登頂してるんだね。それだけではありませんよ。Visited both the poles. 両方のポールもビジットしている。まあ、両方のポールというのは北極点と南極点ですね。それ以外にも、まだあるの？ありますよ。And reached the bottom of all five oceans. 5つのオーシャンのボトムにリーチした。5つある海洋のすべての底に到達したということなんですね。そして今日の主人公、ベスコボさんが経営するこちらの会社、カラダンオセアニック。この企業は Now, Vescovo's company, Caladan Oceanic, will take paying tourists to the deepest point on earth. はい、彼の会社、Caladan Oceanic。この企業は will take paying tourists、 料金を支払うツーリスト、観光客を take to the deepest point on earth、 地球の最も深いところにお連れするというんですね。あら、面白そうね。私も参加してみたいわ。どんなツアーなのかしら。このようなパッケージみたいですね。The 8-day trip costs $75,000. 8日間の旅、コストは75,000ドル。まあ今のレートで800万円くらいですかね。あら、少しお高いわね。
でもそこでどのようなことができるのかしら？このツアーの企画にはこのようなものが含まれているようです。It includes three dives to the deep, 36,000 feet below the surface. このツアーには、It includes three dives to the deep. 深海への3回のダイビングが含まれている。その深さというのが、36,000 feet below the surface. どのぐらいの深さかというと、36,000 feet below the surface. 海面から36,000 feet。これはメートルに直すと1万メートルくらいでしょうか。水深1万メートルのダイビングを3回行うことができるようです。ねえ、マトさん。でもそれってあまりにも深いわよね。ウェットスーツを着て、そんな深いところまで潜れるのかしら。いえいえいえ。ダイブをするといっても方法は違うようです。旅の最初の行程は、In the first leg of the trip。In the first leg of the trip, the visitors will travel 200 miles on the research vessel Pressure Drop before diving to the Challenger Deep on a submarine called Limiting Factor. まずは、the first leg, 最初の行程。この旅の最初の行程として、the visitors, 旅行者は、The visitors will travel 200 miles on the research vessel Pressure Drop. どうやら200マイル旅をするんですね。On the research vessel, 調査船 Pressure Drop。という探査船に乗って彼らは200マイル移動する。これが最初の工程。Before diving, 潜る前に。Before diving to the Challenger Deep on a submarine called Limiting Factor. どうやら彼らは Submarine, 潜水艦で潜るみたいですね。その名も Limiting Factor と呼ばれる潜水艦で Diving to the Challenge Deep, チャレンジディープに潜水していく。それでいつからこの旅行は申し込めるのかしら？受付の状況も気になりますか、キャサリンさん。皆さんも気になりますか。それではそろそろ第1回目の記事本文をここで聞いていくことにしましょう。この旅行の受付状況はどのようになっているのか。それから、これは少し変わったツアーになりますので、何か特別なトレーニングは必要なのでしょうか。このあたりについて耳を傾けながら第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。A trip to the deepest point on Earth for $75,000. There was a time when adventurers vied with each other to reach the farthest and highest points on Earth. Now, wealthy explorer Victor Vescovo has added a completely different aspect to travel. A trip to the Challenger Deep, the deepest point on Earth. Vescovo is known for his feats in adventure travel. Last year, he became only the fourth person to visit the Challenger Deep, which lies within the Mariana Trench in the Pacific Ocean. He also climbed Mount Everest, visited both the poles, and reached the bottom of all five oceans. Now, Vescovo's company, Caledan Oceanic, will take paying tourists to the deepest point on Earth. The 8-day trip costs $75,000. It includes three dives to the deep, 36,000 feet below the surface. In the first leg of the trip, the visitors will travel 200 miles on the research vessel Pressure Drop before diving to the Challenger Deep on a submarine called Limiting Factor. Bookings for the trip have been open for some time now, and the first of two slots in May has already been filled up. Although no special training is required for the visitors, it is going to be a unique adventure because it requires the capacity to live with the dark, deep sea in a small space of less than 10 feet for about 8 hours. There will, of course, be plenty of aquatic life whizzing by. 第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。リッチな探検家であるビクター・ベスコボさんが企画したこのツアー、8日間で$75,000。このツアーの booking 予約状況はどうなっているんでしょう。 Bookings for the trip have been open for some time now, and the first of two slots in May has already been filled up. あら、booking for the trip。 この旅行の予約は have been open for some time now。 受け付けてからしばらく経つということね。 some time。 そして the first of two slots。 最初の2つのスロット枠はこれは in May と言ってたわね。5月の最初の枠は has already been filled up。 あら、すでに満員なのね。結構人気のツアーみたいですね。でもこのツアーには特別なトレーニング、訓練は必要なんでしょうかね。 Although no special training is required for the visitors, it is going to be a unique adventure because it requires the capacity to live with the dark, deep sea in a small space of less than 10 feet for about 8 hours. そうなのね。Although no special training is required for the visitors. 我々訪問者、
旅行者に No special training 特別な訓練は require 求めていないのね。だけれども although It is going to be a unique adventure この旅行はユニークな冒険になるから。なぜならば Because it requires the capacity to live with the dark, deep sea in a small space of less than 10 feet for about 8 hours なぜならばこちらの旅行は require the capacity 能力、キャパが必要なのね。どんなキャパなのかしら To live with the dark, deep sea in a small space of less than 10 feet for about 8 hours Live with the dark 暗い場所で耐える Live with それは deep sea in a small space 海の深いところ、それも狭い場所で。その広さというのは a small space of less than 10 feet 10フィート未満の小さなスペースの暗い、深い海で耐える。それも for about 8 hours 約8時間。耐える能力が必要であるということなのね。私耐えられるかしら。大丈夫ですよ。そしてその深海はこんな光景で溢れているかもしれませんよ。There will of course be plenty of aquatic life whizzing by. そうですね、こんな感じですね。There will of course 間違いなく There will be plenty of aquatic life この plenty of これでたくさんのということです。あまりある Plenty of aquatic life Aquatic life 水中の生物、水生生物、彼らが Aquatic life whizzing by Whizzing by この whiz W-H-I-Z-Z 風を切って走るという意味がありますね。たくさんの水生生物がそこでは駆け巡っているだろうと。まあ今このような状況ですが、そうした海の深いところで生物たちが生き生きと生活をしていること、心に思い浮かべながらワークフロムホーム、テレワークを実践されている方、乗り切りましょうね。最後にもう一度本文を聞き直して今日のポッドキャストは閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。A trip to the deepest point on Earth for $75,000. There was a time when adventurers vied with each other to reach the farthest and highest points on Earth. Now, well, the explorer Victor Vescovo has added a completely different aspect to travel. A trip to the Challenger Deep, the deepest point on Earth. Vescovo is known for his feats in adventure travel. Last year, he became only the fourth person to visit the Challenger Deep, which lies within the Mariana Trench in the Pacific Ocean. He also climbed Mount Everest, visited both the poles, and reached the bottom of all five oceans. Now, Vescovo's company, Caledan Oceanic, will take paying tourists to the deepest point on Earth. The 8-day trip costs $75,000. It includes 3 dives to the deep. 36,000 feet below the surface. In the first leg of the trip, the visitors will travel 200 miles on the research vessel Pressure Drop before diving to the Challenger Deep on a submarine called Limiting Factor. Bookings for the trip have been open for some time now, and the first of 2 slots in May has already been filled up. Although no special training is required for the visitors, it is going to be a unique adventure because it requires the capacity to live with the dark, deep sea in a small space of less than 10 feet for about 8 hours. There will, of course, be plenty of aquatic life whizzing by. それではまた次回、お耳にかかることにいたしましょう。